港区熊伏検証館、港区熊伏検証館、港区熊伏検証館は、和歌山県田辺市中屋敷町にある博物館、類似施設。港区熊伏の死後、遺族により、邸宅、書物、文献、書館、標本等は保全されていた。2000年最後に残った長女、文家が亡くなるが、その遺志によって、それらは田辺市に寄贈された。 田辺氏は、痛みが激しかった南方邸を補修し、熊楠存命治の状態に復元するとともに、熊楠の生涯や文献を紹介、保存する検証官が南方邸の北隣に開館した。方クマ熊楠が生涯を費やして蓄積した人文、自然科学の多岐にわたる膨大な研究資料のほとんどは、熊楠がご反省を過ごし、研究活動の拠点とした。 田辺氏の邸内、特に土蔵内に残されていた。これらは、熊楠の没後、遺族が中心となって、大切に保存され、ほぼ散逸することなく、受け継がれてきた。この方熊楠沖縄の業績を検証し、合わせてその終わりの住みかとなった屋敷を保存することを目的として、1987年6月に、方熊楠邸保存検証会が発足した。 この検証会は、1989年から全国に向けて募金活動を展開し、その結果として各方面から多額の寄付が集まった。田辺市及び検証会は、これらの城剤とふるさと創生資金による基金を積み立て、その利息を財源として、丁内の資料の調査研究や、整理保存、港田熊楠省の制定、南方を訪ねての開催、 南方邸の公開等、沖縄の業績を検証する事業を実施してきた。2000年6月、最後に残った長女、文江が死去し、南方邸並びに、邸内の蔵書、遺品、草稿、標本などの資料は、田辺市に移蔵された。これを契機として、将来にわたってこの先人の遺産を高級的に保存し、その思想及び学問活動に関する調査、 研究を充実させるとともに、その成果を発信するための拠点を設置することが急務となり、港区熊口研究所建設に向けて動き出した。2006年、港区間口検証館が開館し、熊間が残した、蔵書、資料を高級的に保存するとともに広く公開し、熊間に関する研究を推進、情報を発信している。港区間口検証館条例。 ありがとうございます。